監督の皆さんこんにちは、ベアマックスチャンシー号です。今回のハジテレでは9月9日月曜日のメンテナンス後から開催される発火祭第6弾の情報をお届けします。まずはスカウト情報のご紹介です。ハチナイプリンセススカウトブルームではシンデレラ覚醒が可能なこちらの SSR 選手をお迎えすることができます。本校3年生の中野彩香ちゃんです。撮った写真を確認し、最高の一枚が収められたことに笑顔を浮かべているシーンになります。そして中野ちゃんがシンデレラ覚醒をするとシーンがアニメーションするようになります。セーフティーバントを試みて見事に三塁線にボールを転がした中野ちゃんのシーンになります。中野ちゃんのシンデレラハーモニーは2種類の効果を持っています。1つ目の効果、情報通りにゃは試合開始時に自動で発動します。敵打者が塁に出た際に次の効果があります。まず中野ちゃんが敵打者の評価値が高いスキルを1つ試合終了まで習得し、敵打者へスキル読み取られた傾向を試合終了まで付与します。読み取られた傾向は打席時自身のミートパワーが減少します。そしてスキル読み取られた傾向を合計3回付与するごとに中野ちゃんがスキル蓄積した情報を1つ習得します。蓄積した情報は味方全体のミートパワーが上昇します。2つ目の効果、苦手なコースを狙うにゃは相手打席時敵打者がスキル読み取られた傾向を所持しているときに自動で発動します。敵の三振率と味方補給率が上昇します。続いては中野ちゃんのシンデレラハーモニーを実機を使ってレオンさんに紹介してもらいます。レオンさんお願いします。監督の皆さん、コンハチカベアマックスレオン号です。今回は UR ブルームの中野選手について紹介していきたいと思います。今回の中野選手のシンデレラハーモニーでは、塁に出た相手打者のスキルをコピーしつつ、代わりに相手打者に弱体化スキルを付与することができるなど、自身を強化しつつ相手選手の弱体化もできる効果となっています。では早速実際の試合を見ていきましょう。今回の中野選手のシンデレラハーモニーには2つの効果があります。その1つ目の効果名は情報通りにゃです。相手打者が塁に出ると、このようにその相手が持つ一番評価値高いスキルと同じスキルを中野選手が習得するだけでなく、その相手打者にミートとパワーを弱体化するスキル読み取られた傾向を付与することもできる。ただしこの効果は一人の選手に一度しか発動できないのでご注意ください。さらにこの効果によって読み取られた傾向が3回付与するごとに、中野選手が蓄積した情報という味方全体のミートパワーを強化するスキルを習得することができるので、相手打者の弱体化、自身の強化、味方のサポートを同時にできるハイブリッドな効果となっています。そして2つ目の効果、苦手なコースを狙うにゃでは、先ほど紹介した効果で読み取られた傾向が付与された相手打者の打席時に相手打者の三振率と味方の補給率を上昇させることができるので、より抑えやすくなります。これらの効果は全てベンチでも発動できるので、相手の編成や試合の条件に応じていろいろな起用法で活躍できるポテンシャルを秘めている選手です。ぜひチームに迎えてみてください。レオンさん、ご紹介ありがとうございました。続いて選手を選んでお迎えできるドラフトスカウトも開催されます。こちらのスカウトは優勝ナインスターで6回限定、10連スカウトのみとなりますが、ひまわりスキルの開花が可能なラインナップ対象選手を選んでお迎えすることができます。ぜひこの機会に欲しい選手をお迎えして育成してみてください。続いてイベント情報のご紹介になります。9月9日月曜日のメンテナンス後からこちらのイベントが開催されます。輝ける8月の空に後編です。こちらは決勝戦のシナリオが楽しめるイベントになりますので、ぜひご参加ください。ハジテレではハジテレ何でも質問室にて監督さんたちからの質問を大募集中です。イラストや選手のこと、音楽のことなど、ハチナイに関するどんな質問でも大歓迎です。ご質問はこの動画の概要欄に記載の
回答フォームより投稿をお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。